こんなこと言ってました、リターンズ。はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで、有名人が調子ぶっこいて話していたことなどをチクってもらう企画です。ラジオネーム三平、有吉さん、ゴキブリさんとムカデさんの次に嫌われている神田うのさんが、女も殿であれ、うの式サクセスルールとかいうクソやべえタイトルの本を発売するらしく、インタビューでこんなこと言ってやがりました。男性社会の中で女性が私はこう思いますって強く言っちゃうとやっぱり嫌われるんですよね。だけど私は自分の意見を言っていきたい。私のことをなんだこいつっていう人はいると思うけど、そこに関してはその人たちの好みですからね、目障りだったら見ないでいただきたい。なんだこいつ、パンストと炎上で飯食ってるやつがサクセス語るんじゃねえ。お前が嫌われてんのはな、はっきり物を言うからじゃなくて間違ったことしか言わねえからだろ。バカだし、偉そうだし、うるせえし、つまんねえし、ブスだし、おばさんだし、ほうれい線すげえし、何遍も結婚式あげるし、三河健一の腰巾着だし、庭でパンスト燃やして変な匂いがする煙吸い込んでむせろ。めちゃくちゃ言うな、めちゃくちゃ言うな。ラジオネームケツダシエフェルト、有吉さん、ショゴタンこと狩矢崎翔吾ちゃんが4月4日のブログに、イメチェンしてみましたというタイトルとともに奇抜な銀色のカツラをかぶった写真を載せ、皆さんいかがですか、似合ってますかねと聞いており、これに対してコメントでファンが、めちゃくちゃお似合いですね、ディスコとかで普通に踊っていそうな感じです、似合ってます、30代とお見受けしますとか抜かしてやがりました。おいファン、いい加減にしろ。このヨボヨボのジジイを見てよくも似合ってるとか、ディスコで踊ってそうとか、30代とか言ってくれたな。てめえら完全にショコタンをバカにしてるだろ。どう見たってこんなのただの下田歌劇じゃねえか。本当のファンならな、花を生けるのが得意な下田歌劇系アブラムシでね、アブラムシですねって言え。言えないならてめえらのその腐った目はな、ショコタンの素晴らしい花を見る資格はねえんだ。ショコタン舐めるな。ショコタンってな。ラジオのレインメーカー、アリさん、今年も開催される初夏の風物詩 AKB48 選抜総選挙において、ニャンニャン仮面を名乗る人物が立候補届を提出していた件で、選挙管理委員会はグループの公式ブログでこんなことを書いていました。保留となっておりましたニャンニャン仮面ですが、立候補資格があると判断しましたので正式に受理をいたしました。おいニャンニャン仮面、お前平田だろ。ここ最近試合してないのに、唐突に今日の両国国技館大会でファンクラブ撮影会が発表されたら、されたからおかしいと思ってたよ。でも、ニャンニャン仮面のプロフィールが、2222年2月22日生まれで、出身地ネオ秋葉原ってやりすぎじゃないか。お前、今年還暦だろうが。そんなに平田にキャッチコピー考えてみたぞ。秋元康に魔人風車固め。これで神セブン入り決定だな。いかんのかなこれ。知らないだろ。拾った、知らない。スーパーストロングマシーン1号2号っていうマスクマンが新日本プロレスにいてさ、ずっと活躍してたらさ、藤波辰巳さんがさ、リング上でさ、おいお前平田だろ。言っちゃった。あっちゃー。うわ、なんか聞いたことあるかもしれないですね。そのことなんだけど、古すぎる。ちょっと分かんなかったな。プロレスのね、まあ、まあ有名なシーンですけど、ラジオネームラヒー、有吉さん、おちんちんの毛が生えてない童貞集団こと大阪の小学校4年生の野郎どもが、毎日新聞にて将来の夢ランキング記事にされてやがりました。1位サッカー選手、2位医者、3位 YouTuber、 4位公務員。バカ野郎、 YouTuber が3位に来るとかに、将来の日本大丈夫か。ガキの頃から勉強ほったらかして、ろくな知識もない薄っぺらいてめえらのクソつまんねえ動画誰が見るんだよ。まあ俺もな、お前らに厳しくするのは、金玉でおちんちん全部隠してみたとか、フランクフルトとボッキチンコ交互に撮影してみたとか、超面白い動画アップしてるけどな、運営に削除されて商売上がったりなんだよ。俺は若い目は潰さない主義だから、一緒に切磋琢磨して頑張ろうな。なんかあの、俺のさ、はい、我々は有吉を訴えるっていう DVD があるんだけどさ、はいはいはい、そこでマッコイ斎藤をさ、はい、殺そうとしてさ、拳銃ぶっ放したりしてんのよ、はい、そういうドキュメントタッチのやつ、はいはいはい、そういうツイッター見てるとさ、はい、
ね、これマジなの、やらせなのとか聞いてるやついた、本当に。へえ。で、あんなひどいことして有吉さんのこと嫌いになりましたとかさ、よく捕まんねえなとかさ、マジか、わかんねえんすかね。めちゃめちゃ変じゃない。すごい。すごいっすね。どういうことなんだろう。おかしいだろ。だってマジかわけないでしょ、だって。感覚がもう、はい、違いすぎますね、ちょっとね。変な人多いっす。で、言葉見つかんないから、これやらせって言うんだよ。あドラマなのとかさ、バラエティなのならわかる、はいはい。これやらせなのって、もう最初から批判体質だから。すごいっすね。ちょっともうダメだと思うよ。確かに。はい。はい。あ、はい。って感じだ。Dreamer.